視聴性室は放送局に設けられる設備の一つで放送局の内外で制作され完成した番組素材の場合にはコマーシャルメッセージを含むを放送進行表に従い送信書に送り出すところである。英語ではマスターコントロールルームというフォックスビジネスネットワークの視聴性室視聴性室の役目は放送局の内外で制作され完成した 番組素材をあらかじめ番組編成作業によって決められた放送進行表に従って並べ送信書に送り出すことである。すなわち、ここで各番組素材は番組となる。法令上各放送局内にその設置が義務付けられており、正式名称は視聴性室であるが、英語でマスターコントロールルームということから通称マスター室あるいは マスターとする場合が多い。また主張性質は、自らの送信書に対して、番組を送出するのみならず、番組素材を他局の主張性質に送り出す、あるいは系列局、または他局から受けるといった役目も持つ。放送開始当時、これらの業務は全て手作業によって行われていた。しかしながら隠し機器を秒単位で手動操作することは大変な困難を伴うため、 コンピュータの進歩を待つように自動化が進められた。現在、ほとんどの主張性質は放送進行表を放送運行データなどで作成されるものなどとして電子化し、これをもとに番組の創出に関係する各種機器の操作はコンピュータによりほぼ完全に自動化されている。このことからインターネットラジオ、CS 放送などの一部の視聴性質では、常時は 無人としている主張性質もある。しかし、主張性質は、いわゆる放送設備の要であり、そのトラブルは寸刻を争うものになること、また急な番組内容変更などへの対応は、主張性質で行うことがあるため、地上波、BS 放送の主張性質では、番組が放送されている間、常に人員を配置している。また、放送休止中であっても、口実の通り、 人がいないとできない仕事があるため、地上波、BS 放送の主張性室では、24時間、人員を配置していることが多い。今日、多くの主張性室は、有事やテロ集団による乗っ取りや悪質ないたずらを、防ぐ目的から、厳重なセキュリティ体制が取られるようになった。IC カードを用いる、電子場や、複数の扉を、意図的に配置することで、 部外者の出入りを厳しく制限している。NHK 放送センターのように、職員であっても、放送に直接関わらない部門のものにはその場所が明かされていないことすらある。一方で、職員による管理ができる一部の地方局などでは、現在でも予約を入れると見学できるところがある。一部地域では、ガラス作りの間仕切りドアとなっている。以下、 地上波テレビ局の主張性質を例にして説明するが、ラジオ局では映像系の機能がないのみで基本となるところは同じである。現在、デジタル対応マスターの製造者は、東芝、NEC、パナソニックの3社で、東芝と NEC のシェアが拮抗しており、パナソニック製を採用しているつぼねがわずかにある。富士テレビや放送大学では、 デジタル対応マスターが地上波と衛星波で、また朝日放送のようなラテ県営局では、地上デジタル放送、AM ラジオ放送が一台に集約されたものが、それぞれ導入されている。一般のラジオ放送は、LED スペクトグラムメーターのみ。テレビ放送は、昔は、ブラウン管や、CRT モニターが一般的であった。現在は、LED バックライトや大画面の液晶ディスプレイに、 とって変わった。放送進行に関する装置放送本線に関する装置ほとんどの装置が自動番組制御装置に接続され制御されている。番組素材再生、収録に関する装置自動番組制御装置により制御される。デジタル放送用装置その他の装置その他、古い番組素材のためにシネコーダ、スライド再生機、 カートリッジテープ装置などを保存している視聴性室もある。スタジオ設備をもに地方局においてスポットニュースや短時間の生番組で使用することを主目的として視聴性室内のアナウンスブース内にカメラや簡便なセットを常設。ここをスタジオとして使用するケースや視聴性室の創出宅に隣接して極めて小規模の副調性室機能を設置しているつぼねがある。なお、 こちらの設備は局によって設置状況はまちまちでありニュース専用スタジオが存在しない一部の局においてはマスタースタジオ、マスターサブの双方が設置されていることが多くニュース専用スタジオが存在するツボネでも一部の局にはマスターサブが設置されており省力化を目的としてマスターサブから深夜早朝を中心にニュース専用スタジオを稼働するツボネもある ちなみに、緊急時に通常の放送を中断して、ニュースなどを割り込ませるような場合、ニュース専用スタジオがあるツボ根では、基本的にそのスタジオの副調整室の信号を割り込ませるように設定されていることが多いが、戦術のようにマスターサブが設置されているツボ根においては、そこの信号を割り込ませるように設定されていることが多い。回線設備従来より、ふぷや、 専用線などから番組素材を受けるためなどの、いわゆる回線設備を置いた、回線センターなどと呼ばれる独立した場所があるが、回線設備の小型化により、キーあるいは純キー局などの大規模局以外では、この回線センターの機能が、市長制室内に置かれるようになった。ただしその役割は、市長制室のものとは全く異なるものであることから、そのフロア部分のみを、特に、リモート室、 中継室などと呼び、区別していることが多い。かつて主張性室の業務はすべて人手によって行われていた。すなわちマスターディレクター、マスタースイッチャーに従って、映像、音声を切り替える、操作員など、現在、スタジオで行われるいわゆる生放送とほぼ同じ、人員体制が三内市は四クルー作られ、その放送中、交代で一時も耐えることなく、手動にて、 スイッチングが行われていた。すべての操作が完全に人手によって行われていたことや放送設備が脆弱であったことから、その放送は午前6時頃から午後1時頃まで行われた後、一旦休止して、その間に番組素材の準備や送信機の調整がなされ、午後4時頃に再開、日付が変わる前後にその日の放送を終了し、翌日の放送の準備が 再び徹夜でなされるといったものであった。なお当時、その利便性から、主張性質が、送信設備に隣接して置かれることも多く、特にテレビの場合、スタッフは、山登りをして、主張性質のある送信所に通っていた。現在も開局当時のテレビジョン送信所を使っている、放送局の送信所には、当時のスタッフのための設備が残されているところが多い。また、 見学コースなどが残されているところもある。なお、当時の数少ない収録番組素材は、フィルム、CM 素材は、フィルムやスライドフィルム、あるいはテロップカードであり、これらを順番に創出するために、視聴性質とは別に、フィルムを直接テレビで放送するための、テレシネを中心機材としたテレシネ室が設けられ、こちらも、その放送中、スタッフが交代で、 創出作業に携わっていた。現在の主聴性質業務はこのテレジネ質業務及び送信監視、操作業務を統合したものであり、おおむね最も大変なスイッチングの業務について自動化されたものとなっている。従って放送設備の飛躍的な進歩により大幅に省力化はされているが、業務の流れそのものについては放送開始当時からあまり変わってはおらず、 番組自動制御装置に大きな障害が発生した場合などには、直ちに手動運行体制が取られる。以下に主な業務を挙げる。いわゆる監視を担当する監視委員のことを TD と呼ぶことがあるが、これはテクニカルディレクターのことで、その放送中、その放送内容が放送進行表に従っているか、映像、音声のいわゆる品質が喪失。 送信ともに所定のものであるかを常時監視する。なお、ここでいう、送出とは自動番組制御装置から STL に放送内容を送り出すことであり、送信とは送信書から放送内容を放送電波として視聴者に送り出すことを示す。自動運行に技術的障害が発生した場合、TD はマスタースイッチャーとして手動送出を担当する。 なお現代においては、自動番組制御装置により、常時は、マスターディレクターは、主張性質に不在であるが、緊急事態などで、放送内容に変更が生じる場合、民放であれば、番組編成担当者と CM 編成担当者が、主張性質に駆けつけて、MD となり、TD に、スイッチングの指示を出し、放送運行の全式を取る。通常の監視業務は、 通常、2名1チーム、3交代制などが組まれ、1時間から4時間間隔で TD を交代しながら行われる。現代においては、機器の信頼性向上により、モニター設備を主聴性室外に移し、TD も常時は不在とするところもある。また現代において、送信書設備の操作端末なども、主聴性室に置かれ、送信業務の一部が、主聴性室の端務となっているが、 これについては原則として当番の無線技術士が担当する。民法であれば放送進行表の原本は A4 システムにあり、これを電子データとして自動番組制御装置にセットする。また放送済みデータを営業放送システムに返す作業もある。今日、作業そのものは自動化されており、正常に行われたかどうかの確認は人手によってなされている。非常時には 手動で行われる。個々の再生装置などの管理は放送中にも行うことが可能であるが、放送本線に関する部分については、放送終了から放送開始までの間に行われる。現代においては、放送本線を含めて完全二重化されたシステムや、保守中も二重化を継続できるように放送本線を三重化したシステムもあり、この場合には、 放送本線に関する部分についても放送中に行われることがある。VTR などの放送素材を順次、機器にセットし、放送に備える。かつてのテレシネ出業務に相当する。民放では、いわゆる番組と CM の両方があり、営業放送システムから別途出力される番組素材表、CM 素材表に従い、人手によってそれぞれセットされる。 現代においては数日分の放送総裁をまとめて、機器にセットできるようになったことから、番組バンク室業務、CM バンク室業務として、一度は、主張性室業務と統合された、テレシネ室業務が、名前を変えて、再び市長性室業務から分離されるようにも、なってきている。原則的に、主張性室で、番組編成を変更する操作は行われないが、緊急性の高い災害。 事件、事故などが発生した場合には、例外的に行われる。その際の捜査令を一家に示す。極めて緊急性の高い内容の放送を直ちに行わなければならない場合に取られる招致である。予定された放送内容を所要時間切ることからこの名前がある。指定したスタジオやネットワーク回線などからの緊急番組素材を所要時間、本線に直結して放送する。 したがって、この間、番組自動創出システムにプログラムされている放送内容はすべてカットされ、放送されない。放送終了後はそのまま、その時点より予定された放送内容に戻る。別途、契約時に各スポンサーと取り決めが行われてはいるが、放送されなかった CM については保証の対象となることから民放では好まれない承知であり。 可能な限り速報スーパーなどで一時対処される。その一方、自動番組創出システムのプログラムに関係なく、スイッチャーの手動切り替えのみで行うことができるもので、あることから速応性が高く、スポンサーとの関係を考慮する必要のない、NHK で取られることの多い招置である。内容の緊急性は高いが、ある程度放送までに、時間的余裕のある場合に取られる招致である。 予定された一日分の放送内容そのものは変更せず、その中に新たな放送内容を急遽編成して予定された番組編成に割り込ませる。すなわち番組編成の時間枠をこじ開けることからこの名前がある。指定したスタジオやネットワーク回線などからの緊急番組素材を所要時間放送するためのデータを急遽作成。 自動番組創出システムのプログラムの該当部分をこじ開け、ここにプログラムを直接書き足して放送する。放送後は番組自動創出システムにプログラムされている予定の放送内容をこじ開けた時間分だけ繰り下げてそのまま放送する。したがって予定されているすべての放送内容は時間遅れですべて放送される。民放の場合、 スポンサーとの関係でこの処置が取られることが多い。放送までに比較的余裕がある、あるいは長丁場となる報道特別番組などに対して行われる処置である。民放では編成担当者や営業担当者などが主張性室に集まり、逐次その場で手作業による番組編成を行い、自動番組創出システムのプログラムを直接書き換えながら放送する。 多くの場合、まず、マスターカットや小じ開けで一時対応した後、スタッフに緊急招集をかけ、集まり次第、蓄次データ修正による放送に移行する。重要事件の犯人逮捕、重大事件の判決言い渡し公判など、いわゆる、X デーが予定されている場合、サブプログラムとして、あらかじめ用意されているものを用い、所定の時刻以降の放送進行を所定時刻まで、 丸ごと入れ替える。これは事件、事故などの緊急事態に限らず、予定された通常の作業として、例えば野球やサッカーなど、スポーツ中継などでは5分延長、10分延長の場合といったものがそれぞれ用意されており、試合の進行状況を見計らいながら順次乗り換えていく。時間軸でそれぞれのプログラムを並べてみると、階段のようになることから、 この番組編成のことを階段編成、それぞれのサブプログラムのことを階段プログラムという。ラジオ放送では同じく野球中継放送などで A プロ、B プロといったものが用意されるが、基本的にいわゆるセー武プログラムであり、テレビ放送の階段プログラムとは異なった考え方、内容のものとなっている。放送運行データを変更する端末の中には、 一定の範囲の放送運行データに対し、決められた時間だけ開始時刻を遅くするタイムシフト機能を有するものもある。この機能だと前日の階段プログラム選択では大量の階段を必要とする処理もレギュラー編成のみまたは少ない階段数で可能になる。そのためスポーツ中継の延長処理などをこのタイムシフトを利用して行うことも増えてきている。ありがとうございます。